こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はアメリカラスベガスにありますアレジアントスタジアムで行われましたプレシーズン、マンチェスターユナイテッド対ボルシアドルトムントの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では、早速始めていきたいなと思います。マンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーヒートン、フォーバック右からダロとマグワイア、リンデロフ、ブランドン・ウィリアムズ、ダブルブランチにエリクセンとマクトミネ、2列目右サイドフォーソン、トップ下ファンデベーク、左にペリストリ、ワントップサンチョといった形でございました。で、対するドルトムントはテルジッチ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーコーベル、フォーバック右からボルフ、ズーレ、フンメルス、リエルソン、3センターザビツァー、エムレジャン、ブラントで、右にマーレン、左にアデイエミ、ワントップにハラーといった形でございました。では、試合結果といきまして、合計スコア2-3という形でボルシア・ドルトムントが勝利を収めることになりました。まあ、そうですね、マンチェスターユナイテッドは、まあ、来シーズンの開幕に向けて、準備段階、まあ、もちろんドルトムントもそうですけど、まあ、大きなクラブと対戦することが、まあ、多いですし、まあ、しっかりと勝利を収めて、いい形で、シーズン開幕に迎えたらよかったんですけど、まあ、ビルドアップのところで、まあ、捕まって、やられてしまったりとか、まあ、前線からのプレッシングのところで緩くて、うまく背後を使われてしまってやられたりとかね、することがまああって、失点することが、あるので、まあその辺はもう少しきっちりとね、仕上げるところは仕上げていかなければならないですし、まあ、ドルトムントに関しても、まあ、エリン・テルジッチという監督はね、まあ、モチベーターの監督なので、まあ、組織的な前進とか、まあ、プレス回避っていうのをうまくこう作っていけるタイプの監督ではないので、まあ、それは昨シーズンのドルトムントを見てもね、明らかだったんですけれども、マンチェスターユナイテッドと比べて、まあ、大きく違うのは、ビルドアップのところの、前進はすごくアバウトで、まあ、この質っていうところに耐えることもすごく多いんだけれども、まあ、無理につなぐっていうことはそこまでしないので、もうシンプルにはまりきってしまったら背後にどんどんボール蹴り込んでいこうと、まあ、もちろんロストする可能性は高いし、まあ、相手にボールを渡してしまう可能性はもちろん高いんだけれども、まあ、自分たちのゴールよりも、ボールを遠くに離すことになりますから、まあ、ユナイテッドのビルドアップの質とね、まあ、こう掛け合わせていくと、まあ、うまく、そこではめ切って、ボール奪い切って得点取るっていうことをドルトムントはできていたわけですから、まあ、特別めちゃめちゃ質が高い攻撃を行えていたかって言われたらそういったわけではないんですけど、でもやっぱり捕まえきるところはしっかりと捕まえきって、で一瞬をやっぱり逃さない、まあ、質っていうのはやっぱりドルトムントも持ってるんで、まあ、そこでちょっとマンチェスターユナイテッドは、まあ、やられてしまうというふうな、まあ、結果になってしまったのかなというふうに思いますね。はい。では、各チームのお話に行きたいなと思います。まずはマンチェスターユナイテッドなんですけれども、まあ、2センターバックもしくは3バックっていう形で、まあ、土台から組み立てていくんですけど、両サイドバックの一角が3バックの一角に入るみたいな形ではなくて、まあ、エリクセンが降りたりとか、まあ、マクトミネが降りるような形、特にエリクセンが降りることが多かったんですけどね。ただ、まあ、僕何度も話してるんですけど、幅を取ってる、まあ、フォーソンだったり、まあ、ブランドン・ウィリアムズはまあ状況によって降りてはくるんだけれども、まあ、ペリストリだったりとか、まあ、この辺りの距離感がちょっと遠すぎて、ボールが届くまでにちょっと時間がかかると。でそうなると当然相手もスライドして間に合ってくるし、後ろ向きの選手に対してプレッシングをかけるっていうことになるので、相手からするとアグレッシブに仕掛けることができるんですよね。なのでもう少し低めの位置取ってあげて、その空いたスペースのところをね、インサイドの選手だったりとか、フォワードの選手、まあ、サンチョがその裏のところを、ね、使ってあげたりとかすると、うまくその引きつけた背後っていうのも使っていけるわけなんで、うまくもっとこう流動性をね、生み出していくことはできるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、ここはね、昨シーズンもそうだし、まあ、今シーズンもね、見えてくるような気はするんですけど、あまりこう治ってなさそうだなっていうのはあるんですけど、
まあ、もう少しこう戦い方の幅っていうのを増やしていきたいし、まあ、幅を取ったところからの仕掛けも大事だし、シンプルに背後を狙うっていうのももちろん大事なんだけれども、まあ、そこだけではない動きを出した中での、スペースを有効活用していくっていうのをやっぱり、チームとして使っていきたいなっていうふうには、思いますよね。ただやっぱり、まあ、サイドにボールがはまったりとかした時に、まあ、無理にそこで攻め切らずに逆サイドに振ったりとか後ろからやり直すっていうことはしっかりとできていたので、まあ、そのあたりはすごく良かったと思います。まあスタートからね、基本的に先ほども言いましたけど、まあなんて言うんだろう、まあ、スタメン級というか、シーズン始まって、まあ、使われる頻度がまあ少ないであろう選手たちがベースでね、今回まあゲーム出てましたけれども、まあ、でも彼らもやっぱりこのチームで戦ってるわけだし、リク・テンハグという監督が求めているものに、まあ、シンプルに応えて、自分の技術をそこに乗せて、活躍しようとしているわけですから、まあ、よりこうテンハグが求めていたことができていたのは前半だったのかなと。逆に後半に入って、まあ、60分ぐらいに主力級の選手が出てきたんですけど、まあ、プレスのところで少し緩さが目立っていたりとか、まあ、ビルドアップのところで、引っかかってしまって失点してしまったりとか、まあ、あれはまあワンビサカの判断もね、まあ、あまりいいとは言えないですけど、まあ、やっぱり幅を取ってるところ、低いところの幅を取ってるところからやっぱりその真ん中に対しての横パスっていうのは当然狙われるんで、うまくこう圧縮かけた中でね、限定した中で、そこにパスを通そうとしてるわけですから、まあシンプルにも背後に蹴り込んでしまった方が、まあ、良かったのかなとかね、まあ、思うところはあるんですけど、やっぱりエリック・テンハグとしても、後半の選手たちは主力級の選手が多くて、まあ、動きのところも、まあ別に悪かったわけではないと思うんですよ。ただやっぱりその求めてる質が基準値が高いはずなんで、まあ、得点を取るもそうだし、得点を取らないところでの、まあ、アグレッシブ性だったりとか、まあ、緩さっていうのをこう見せてほしくないっていうところで、まあ、ちょっと不満げな顔をしていたのかなと。まあ、選手たちからすると、まあ、プレシーズンじゃないかみたいなね、まあ、こともあるのかもしれないですけどね。でもやっぱり、まあ、プレミアリーグに関してはもう始まりますし、あと2週間ぐらいですよね、確かね。なんで、まあ、そのあたりのことを考えたときに、まあ、テンハグとしてもちょっと危機感を持って、そういった態度を取ってたでしょうからね、うん、なので、まあ、人を捕まえる守備のところもそうだし、まあ、ある程度ね、降りていく選手、ドルトムントのサポートに降りていく選手もきっちりと捕まえるところは捕まえきれていたと思うんで、まあ、時折やっぱりサイドバックのところが浮いてそこを縦スライドで捕まえに行くのか、もう違う選手がスライドして、中盤の選手がスライドして捕まえに行くのかっていうところはもう少しはっきりしたいなっていうところはね、守備のところもありましたけども、まあ、正直ドルトムントのビルドアップの質を考えたらもう少し強度高くきっちりと制限かけた中でのプレッシングだったら、もっと早い段階から得点取れていたんじゃないかなっていうふうには思うし、まあ、前線にターゲットがいない分ね、動きの量と質っていうところでうまく相手のブロックほどいていかなければならないですから、まあ、それをね、うまくまたできるようになっていきたいなっていうところですね、はい。で、対するドルトムントなんですけれども、まあ、ドルトムントに関しては先ほどもね、少し言いましたけど、基本的に再現性の高いビルドアップってそこまでしないので、まあ、ボルフが時折高め取ったり取らなかったり、まあ、4バックのままだったり若干3バックっぽくなったりとかの、ね、こう変化っていうのはもちろん目でね追えるぐらいの変化っていうのは起きてるんだけれども、それをこう意図的かつ効果的にできているというわけではないので、うまくはめられた中で、人捕まえられた中でそのままビルドアップしてしまって捕まってしまってショートカウンター食らったりとか、うまく背後取れて、深い位置取れたりとかすることはもちろんあるんだけれども、でもやっぱりシーズン通して、まあ、戦っていくことにもちろんなるじゃないですか。となった場合は人の質だけで解決していくサッカーっていうのは、まあ、限界があると思うんですよね。やっぱりブンデスリーガもレベル高いし、まあ、プレミアリーグもレベル高いし、対戦相手も当然レベルが高いわけですから、そこはやっぱりうまく攻略してくるわけなんでね、まあ、対応してくるわけなんで、なのでやっぱりドルトムントは、まあ、テルジッチになって、まあ選手たちのこうね、
まあ、コンディションだったりメンタル面をこう補うっていうのはすごくいい、まあ、監督だと思うんだけれども、やっぱりそのはめられた状態のままそのままやってしまったりとか、後ろ向きでね、まあ、距離がある中でのビルドアップを行ってしまったりとか、あと背後に動く、ね、量っていうのもあまりたくさんあったわけではないので、もうはめ切られた状態でも背後しかないってなったらもちろん走り出すんだけれども、もう少しこう組織としてね、できることを増やしていきたいなっていうゲームではあったんじゃないですかね。というか、まあそれができないと多分来シーズンブンデスリーガーよりこう厳しくなってしまうと思うんですよ。もちろんバイエルンがハリーケインを取れるか取れないかっていうところも大きなポイントにはなるんだけれども、多分取れなかったら、昨シーズンと同じように間違いなく苦しむと思うんで、まあただそこが来てしまうと、ね、昨シーズンのスパーズで1人で30点取ってた選手ですから、それがこう、ね、バイエルンのようにボールを持つことができて、まあ、疑似カウンターもできてっていうようなチームになると、もっと点を、ね、取ってもおかしくなくなってしまいますから、まあ、ドルトムントもそこに追いつき追い越せっていう風になるんだったらね、勝ち点を落とさないために、まあ、人の質だけで解決しないような組織的な前進っていうのをね、していければいいですね。はい。で、守備のところに関しては、まあ、4-1-4-1、まあ、4-5-1気味で、ブロックを形成して、まあ、ユナイテッドの、まあ、ビルドアップのところをうまく制限かけて、まあ、プレッシングとかそこまで強度高く、前半の初めの頃はしてなかったんですけど、まあ、得点を取って以降は前がかりにどん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 はめ切って、まあ、ユナイテッドの選手たちは特に、まあ、前半の選手たちは特にそうですけど、まあ、プレッシングかけられるとちょっとこうバタバタする選手がね、前半に関しては多かったんで、まあ、そこできっちり捕まえ切って、まあ、得点を取れていたんで、まあ、その駆け引きの部分では、まあ、ドルトムントが勝利していたのかなっていうところはね、ありましたかね。はい、ということで、以上になります。まあ、今日のゲームを見ていて、まあパフォーマンスすごくレベル高いなって思ったのは、まあ、マンチェスターユナイテッドでいくと、まあ、前半でいくと、まあ、ダロトですかね。ダルトは良かったですね。すごく良かったですね。で、後半に入った感じだと、まあ、オナーナはもう本当素晴らしかったですね。失点もちろんしましたけど、あのシーンに関してはもうほぼ無理なんで、まあ、致し方ないし、まあ、それ以外のところはやっぱりもうね、一個一個のキックの精度が、まあ、とにかく高いし、いや、飛んできてるボールラッシュフォードちゃんと競り合わんかいみたいなね、ことをこうね、言いたくなるぐらいでしたから、まあオナナはほぼねパーフェクトに近かったと思うし、まあ、リサンドロ・マルティネスもすごく良かったし、まあ、あとはメンタルをしっかりとそこに乗っけてきて、パフォーマンスも乗っけてきて、まあ、エリク・テンハグがまた求めているところっていうのをうまくこうすり合わせていくことができれば、開幕のスタートダッシュ、まあ、うまくいくんじゃないかなと思うんで、まあ、しっかりとその辺はすり合わせて、シーズン開幕に向けて、まあ、準備してもらえたらなっていう感じですかね。はい。で、ドルトムントに関してはそうですね、まあ、誰が良かったって言われるとね、ちょっと難しいかなっていうところではあるんですけど、まあ、コーベルはね本当にさすがでしたね。ドルトムントに限らずブンデスリーガーの中でも非常に評価の高い、まあ、ゴールキーパーですけど、まあ、シュートストップも一級品で、まあ、キックの蹴り分けのところもしっかりと蹴れるタイプのゴールキーパーですし、あとはそうですね、まあ、最終ラインのフンメルスとズーレもうまくその寄せ切られた中でも冷静に対応は取れていたんで、彼らのミスってあまりなかったと思うんですよ。フンメルスは確か1本ね、自陣でのクリアがかっさらわれてアントニーのゴールにつながったっていうところはあったと思うんですけど、まあでも安定感はしっかりともたらしていましたしね。で、マレンに関してもやっぱりああいったねワンチャンスをしっかりと決めきるっていうところを見せてましたから、まあ、良かったですし、あとはロイスね、ロイスは本当短い時間でもちゃんと仕事しますね、あの人は、ねえ、まあ、真ん中でも左に流れてもどこでもちゃんとこうシンプルにボールをはたいてゲームを作れる、味方を活かせる、まあ、だからこそボールがまた戻ってくるっていうことなんでしょうけど、まあ、この選手は本当にね短い時間でもちゃんと印象に残るようなプレーをちゃんとしてくれる選手ですね。はい、ということで以上ですかね。まあ、あとは人それぞれね評価している選手していない選手っていうのは分かれるでしょうけれども、まあ、マンチェスターユナイテッドに関しては、まあ、プレミアリーグのタイトルをねしっかりと奪還するために、
また準備をしていくということで、ドルトムントに関してはバイエルンとのねブンデスリーガの優勝争いになっていく中で、バイエルンに負けず劣らずの組織的なものをもう少し構築していく時間が必要かなっていうところですかね。はい、では以上になりますので、ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。